皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日は賢徳公の歌を読んでいきましょう。賢徳公の右側に書き込みがありますので、拡大して読んでいきましょう。まずこれです。これは「け」と書いてあります。そして、縦棒は元の模様ですが、その上に重なっていますので、ちょっと判別しがたいんですが、これは「ん」です。次は「人」と書いてあります。そしてこれは「く」です。これは「こ」ですね。そしてこの長いものが「う」と書いてあります。本文のこの字です。これはどんな漢字を崩したものでしょうか。どうですか。これは「哀れ」という漢字を崩したものです。次ですが、これは「登る」という漢字を崩したもので、「と」と読みます。これは「も」ですね。そして次は「い」です。これは「ふ」と書いてあります。これは、へ」ですね。これは木です。次は大きく書いてありますね。これは漢字の人です。次はこの字です。これは万という漢字を崩したもので、濁点を取って葉と読みます。アンテナがついている形です。次はこれです。この字は置いて、場所を示す漢字ですが、置いてで、これを崩したもので、おと読みます。私たちが使っているひらがなのおの元の漢字です。なんだか結び目のようですが、これはもです。け、髪の毛の毛、これを崩したものが「も」ですが、いろんな崩し方があります。おさらいのところで見ていきましょう。さて、これは何でしょうか。で、これは「本」という漢字を崩したもので、「ほ」と読みます。こんなところにもあるんですね。これはですね、衣という漢字を崩したもので、えと読みます。衣という漢字を極端に崩していくと、一本の線になります。それがこの形ですね。これは手ですね。さあ、この漢字は前に出てきました。これは「み」「しん」という漢字ですね。これを崩したものです。次は「の」。これは「い」。さて、これです。一旦右に曲がってカーブを描いて左に行くもの。これは「多い」という漢字を崩したもので、「多」と読みます。多少の「多」。次は「つ」と読みます。これはですね、くねっとしています。感覚で、見てください。くねっとしている、これは「ら」なんですね。
これは世に似てますが、ひらがなの世を鏡で見たような、裏返しになったような形です。これはにという漢字を崩したもので、にと読みます。国の宮のにです。さて、るのように見えますが大きな丸ですよね。あそこはくるっとしているところが大きくなってます。これは奈良県の名という漢字を崩したもので名と読みます。七とか七子とか、それから波なんていう名前でよく使われている漢字です。これは利益の利を崩したもので、現在のひらがなの元の漢字を崩したものです。これはぬです。へ、き、これは漢字です。何だと思います？これはかなという、たくやのやですね。かなこのかな、かなというふうな漢字の崩れたものです。このパターンですね、崩し方のパターンはこの漢字については決まっていますので、よく見といてください。さて、これまで読んできたものを書いてみましょう。まず紙の句です。このように書いてあります。読みやすくしてみますね。哀れとも言うべき人は思おえでと書いてあります。次は下の句です。このように書いてありますが、読みやすくしてみましょう。身のいたずらになりぬべきかなとなります。今回のおさらいをしましょう。まずここに出てきましたね。これは何でしたっけ？登るという漢字を崩したものでとと読みます。下のひらがなのらに見える部分は豆を崩したものですね。登山のと、登山のと、と、と、そしてもっと崩れたものがこれです。登山のとです。このようなところにも出てきましたね。これは盤石の盤、将棋盤の盤、時はの和、まあ、時はの和は時派と書いたんですが、盤石の盤ですね。派と読みます。盤石の盤の濁点を取って派と使っています。空飛ぶ円盤のような形をしています。次はこれですね。ひらがなのおの元の漢字、おいてという漢字を、崩したものです。おと読んでください。この漢字が崩れていくとひらがなのおになっていくのがなんとなく想像できますか？おいてのお、たのようですが左側が、違いますよね。このあたりになるとだいぶ近づいてきました、今のひらがなのおにね。左側の部分の、線が多い、つまり画数が多いので、ひらがなのたとは区別できますね。おいてのおです。次はここにありました。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。
本の穂、どうですか？本の穂です。こんなとこにあったんですよね。これは衣という字を崩したもので絵と読みます。絵文掛けの絵、このあたりはまだひらがなの絵に、なるんですが、こういうふうに崩していくとですね、一本の線になります。ただ最初の鍋蓋のような書き方ですね、最初の一画目が筆の点として残っています。何かそうですね、細菌のような、あるいは微生物のような、こんな形です。ちょっと斜めになっているのが特徴です。絵文掛けの絵、これ以上は崩れない形ですね。ここにありました。右に曲がってカーブを描いて左に行く形です。多少の多、多いという漢字を崩したものです。多と読みます。多少の多、このあたりはよく見かける多です。こういう中の方が、結びがとても綺麗な、結び目ができてますね。あれがとっても綺麗な形です。これも多です。ひらがなのよう裏返しにしたような字ですが、これは二という漢字を崩したもので二と読みます。国の宮の二です。ふに見えますが、縦棒がまっすぐ、それに左から入っていますね。こういう形です。二と読みます。ここにもありました。これは奈良県の名、名と読みます。奈良の名、全部名です。最後のはるのように見えますが、るにしてはあの丸の部分が大きいですね。区別しましょう。これはりなんですが、よく見るとですね、まだ私たちが使っているりにはちょっと近づいていますが、まだまだです。それで、何の漢字を崩したものであるかというと、利益の利、和みたいですよね。小さく書かれるのが特徴です。利はひらがなの利と似ている利は大きく書かれますが、和に似ているものはですね、小さく書かれます。大きな、和はですね、平和の和を崩したものですが、利益の利を崩すと小さい、和に見えます。これも要注意ですよね。でも、ひらがなの和の場合はしつこく言いますが、大きく書かれます。これは小さく出てきます。小さく出てきたら利益の利だと思ってください。それでは他のバージョンで読んでみましょう。これはあですね。これははあ。次はこれです。これはですね、歌の文句で言うと礼に当たりますが、漢字は何でしょうね。礼、礼子の礼、大原礼子の礼ですね。それから綺麗の礼、麗しい、
レと呼ばれます。これはと。さて、これもですね、もなんですね。いろんな形がありますよ。これはいですね。これはふ。これはへですね。よでしょうか。いいえ、左から入ってよりおります。支えるという字です。支えるという字ですはが木と読みます。人偏をつけると歌舞伎の木、まあ女偏をつけたり手偏をつけたり全部、まあ、木という音になります。これは人ですね。アンテナがついています。万という漢字を崩したもので歯と読むんですね。これはおですね。これは何を崩したものでしょうか。だいたい想像はあの部分は想像つくんですけど、あの部分は何だろう。これは草冠で始まる漢字です。茂る、茂吉、斎藤茂吉の茂、茂と読みます。茂吉の茂。さあこれです。右に一つ飛んでますよね。これは本という漢字を崩したもので穂と読みます。これは比較的大きな字で盤石の盤に似てますが実は違います。お皿というところがあのひらがなの手のようになっていますが、上の部分にあのような乃木坂のの間にカタカナのぬのようなものが入っている、えいという漢字です。でこれをかなに当てるときはえというものとして、当てます。絵と読みます。これは何でしょうね。大きな形をしていますが、帝、帝王の帝という漢字を崩したものです。手と読みます。次はここに行きますが、これはカタカナのミのように見えますが、三という漢字を崩したものでミと読みます。次はの。いさてこれです。これは多いという漢字を崩したものでたと読みます。これはつですね。これはらです。にこれは那須高原のなという漢字を崩したものでなと読みます。これはりですね。これはぬですね。さてこれです。下の方を見てください。短い横棒がありますよね。あれは新尿です。こういう字ですね。変、お遍路さんの変ですね。僧正遍昇の変。この変という漢字を崩したものでへと読みます。これに濁点をつけるとべになりますが、この崩したものに濁点をつけたものはせんべい屋さんのべと
として看板に使われることがよくあります。街で見かけたら確かめてみてください。へと読みます。これは何でしょう。木でした。これは腕ではありませんよ。可能の可を崩したもので可と読みます。これは、一つ置いた右の行にありますね。あれと同じなんです。下に字が続いていませんので、右の方に、流れていますが、那須高原の那、那と読みます。お疲れ様でした。次回は曽根の義忠の歌を読んでいきましょう。それでは皆さんごきげんよう。また崩し字を読んでいきましょうね。さようなら。